航空戦、航空戦、航空戦、は航空機による作戦、戦闘である。空戦、空中戦とも呼ぶ。武力紛争は、それが展開される地域の区分に従って、陸上は陸戦、海上は海戦、空中は空戦とされ、国際法は概ねこの区分に従って規定されている。航空戦として初めて陸海の戦闘から独立した。 固有の名称を与えられたのは、ルンガ沖航空船である。航空船の戦略に爆撃がある。陸海への航空攻撃は、構成的航空船となり、主に爆撃によって、敵の陸海部隊と、地上基地の兵器、兵員、資材を破壊する。20世紀末からは、この構成の航空作戦での主な要素として、阻止攻撃、インターディクションが占めるようになってきた。 これは、敵国土内の生産拠点や交通網、政治、経済の中心といった重要目標を爆撃により破壊するものである。また、必要な空域の制空権、航空優勢を確保する戦略もある。この航空優勢の確保には、第一の目的を実行するため進行時に行われる。 敵の防空の航空部隊との空中戦闘と逆に敵の襲来に対して行われる防衛としての空中戦闘という2種類がある。一般的に航空戦、空戦と言われる場合には、この比較的に近距離で行われる空中戦を指す場合が多い。航空戦の第2の目的である空中戦は多くの場合、進行時または防衛時のいずれでも防制的航空戦となり、 通常は、戦闘機が主役となる。また、飛行場や航空母艦、空母を攻撃することで敵の航空脅威をあらかじめ、取り除き、制空権を確保する場合もある。航空撃滅戦では、敵機を相当、できれば、地上にある敵機を攻撃する。戦闘機と爆撃機の混合部隊である、戦爆連合においては、敵の戦闘機を制圧する、制空隊と爆撃隊を援護する。 直演隊の二つで戦闘機が使用される。空襲の主な方法に爆撃がある。爆撃は目的によって戦術爆撃と戦略爆撃に区別される。戦術爆撃は戦場で敵の戦闘部隊を叩いて直接戦局を有利にすることを目的とする爆撃である。戦略爆撃とは戦場から離れた敵国領土や 占領地を攻撃する場合が多く、工場や港、油田などの施設を破壊する、精密爆撃と、住宅地や商業地を破壊して、敵国民の士気を喪失させる、都市爆撃、差別爆撃とに分けられる、爆撃のことである。絨毯爆撃は、地域一帯に対して、無差別に行う爆撃。航空優勢の確保のために行われる空戦は、航空力学の諸法則や、 天候や航空機の性能及び軍事技術によって起動などが制約され、戦闘機は敵との優位な相対位置を獲得しようと連続的に起動して撃する。空中戦は一般的に発見、接近、攻撃、運動、離脱の要領で行われるが、実戦においてこれらの段階が順序立てて進むとは限らず、奇襲を受けた場合は唐突に攻撃や運動を開始して、 戦闘を行う。基本的な戦法は、古典機からジェット機まで変わらず、ミサイルやコンピューターが発達しても、遠方からのミサイルではほぼ生き残り近接戦になる。ため、格闘戦、ドッグファイトの役割が、まだ大きい。お互いに見えない位置からミサイル攻撃による戦闘が、行われ、決着がつかなければ格闘戦に移行する。第二次世界大戦では、レイセント F4 回。 スピットファイアと BEF-109 のように格闘戦か一撃離脱で有利な空戦に持ち込むかも勝敗に関係していた。初期の航空機は戦闘力を持たず敵地偵察に使われただけであった。最初期はお互いに攻撃手段を持たず敵偵察機に対しそのまますれ違ったりお互い手を振って挨拶していることもあった。しかし航空偵察の効果が上がり始めると 敵偵察機の行動を妨害する必要性が出てきた。最初は持ち合わせていた工具を投げつけたのが始まりとされている。やがてレンガや石を投げ合い始め、拳銃や猟銃を使い始めた。第一次世界大戦以前の航空用法は一部に爆撃の準備もあったが、主体は地上作戦協力の捜索目的、式の連絡、砲兵協力など航空戦略、 航空戦術には値しないものだった。第一次世界大戦が開始すると爆撃が蓄じ、試みられた。また、フランス空軍のローラン・ギャロスが1915年、大正2年に、モラーヌ・ソルニエールの中心線に固定銃を装備して、ドイツのアルバトロスなど撃墜を始めた。ここまでは、単一機によって、飛行機作戦は行われていたが、 任務が偵察爆撃空戦と発展したことによって専用機種として1915年6月ドイツのフォッカー EEE が駆逐機として独立出現し本格的な空中戦闘が始まる。1914年大正3年9月チンタオ戦争で日本軍機が初めて爆撃を行う海軍機のモーリス・ファルマン式4機でチンタオ市外に爆撃した。 10月には日本軍は初めて空中戦を経験した。日本陸軍有川高一航空隊長がニューポール NG 機に地上用機関銃を積んで偵察機の味方を支援、敵機を妨害する空中戦が行われた。1916年ベルダンの戦いでフランス軍は機関銃射撃、爆弾投下でドイツ軍の航軍渋隊、予備隊などを攻撃し、 戦果を上げた。これによって低空からの対地攻撃など、偵察機、駆逐機で、不評突撃支援する航空戦術が広がる。またドイツは、フォッカー EE を集中使用し、戦場制空のため、空中素速、駆逐戦法と言われた数層に配置した防御的、素速膜を構成する方法をとってた。1918年9月、 サンミエール構成でアメリカ合衆国のウィリアム・ミッチェルが完全な航空優勢の獲得を図り、ドイツ軍陣地の都市粒を孤立分断するように集中攻撃した。その後も類似作戦が展開され、兵力の集中使用の重要性を立証した。1921年、大正10年、航空戦力の本質を構成都市空中からの決定的破壊攻撃を説いた。 イタリアのジュリオ・ドゥーエの制空が発艦され、1927年、昭和2年頃には世界的反響を生んだ。ドゥーエやミッチェルに代表される制空獲得、性戦略的用地攻撃を重視するには、戦略爆撃部隊の保持が好ましく、1930年代には技術的にも可能となり、列強は文化比率で爆撃機を重視するようになった。 1937年、昭和12年9月、南京空襲で日本海軍の現田ミノルが戦闘機を主体的に運用して制空権を獲得する制空隊を考案した。戦闘機を中心とする積極的な作戦で戦術思想としても画期的であり、戦闘機の新しい価値が認識された。これを端緒に従来は紹介、援護など防御的に使われていた。 戦闘機に、戦爆連合、戦闘機の単独進出など、積極的に使用する航空戦術の方が確立されていった。1940年、昭和15年バトルオブブリテンでイギリスはレーダーを駆使して、ドイツからの爆撃の迎撃に成功した。1943年、昭和18年6月、ルンガ沖航空戦は、航空戦として初めて、 陸海の戦闘から独立した固有の名称を与えられた。1950年6月に始まった朝鮮戦争において、米空軍は B-29 による重炭爆撃を実施した。対戦後は、Z 機、ミサイル、コンピューターの発達で高速機によるミサイル攻撃、ミサイル防衛が重視されていった。また、ベトナム戦争、インドパキスタン戦争、 中東戦争を経て、格闘性能、特に運動性能を持つ戦闘機も再び重視されるようになった。そして、アメリカでは、ロッキード社のスカンクアークスが開発したステルス実験機、ハブブルーをもとに、1981年に世界初の本格的な実用ステルス機、カス -117 が開発された。これ以降、回 -22 や UF-23、23 B-2 といったステルス戦闘機や爆撃機が生み出された。現代では MQ-1 プレデターなど武装した無人航空機が世界で数多く登場しており、アフガニスタン紛争、イラク戦争などで実戦投入されている。主な任務は対地攻撃だが、イラク戦争では有人機との空中戦に用いられたケースもある。 無人ステルス機の研究も進められている。RQ-3 ダークスターや X-47 のような実験機を経て、RQ-170 センチネルが実戦に参加していると推測される。ただし、機密が多く詳細は明らかではない。無人制空戦闘機はハードルが高いため、研究段階である。RQ-4 グローバルホークは、ライアンエアロノーティカル。 ノースロップグラマン社によって開発された無人航空機。アメリカ空軍などによって使用されており、イラク戦争で実戦に投入されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。